はいどうもひこぼんです。ついに始まってしまいました花粉症です。というわけでしばらくマスクをつけることにします。というわけで今日はレーダーワーということで大宮駅にやってきました。個体値マックスのトルネロスを目指して頑張ります。あとね、開始まで時間があるのでちょっとソフトバンクに行って付加装置をもらっています。付加装置1個のためにね、店内まで行ってこうアンケートをするのめんどくさいなと思ったんですけど、焦げ棒のね影響力がないと思われても嫌なのでね、ガンガン参加していくことにします。参加することによってどんどんね催し物が増えるかもしれないです。行ってきます。こっちの総合のソフトバンクは対象店舗じゃなかったです。最初聞いた時にハッて顔されました。大規模なものじゃないですね。これが嫌だったんですよね、ハッて顔されるのが。やっぱりまあ付加装置はまた縁があったということで、こっちに黒卵が出てるのでそれをやることにします。では1戦目開始です。フレンドさん行くんですよね。一緒になれるかな。フレンドさんと一緒になれませんでした。広告代が来ないことを祈ります。あとランパルド艦隊完成しました。これでいつでもリザードンソロできます。アンギラスがおすすめに選ばれたのに草結び来ました。こういうこともあるんですね。草結び最強だな。まあ数が多いので勝利です。少人数の時は本当危ないです。1870普通です。しかしゲットは全力で狙っていく。ゲットレンジ。ボールは12球もありますからね。これはもう取れなきゃダメですよ。真ん中狙いのアイオン中、アイオン中、アイオン中。今日どっちからスタートしようかな。参道か院のお医者さんか。ちょっと数回れないのでね、いつもと回るパターン違うんですよね。結局遠くから始めてもね、最後まで回りきれない形になるので、なるべく早くゲットして決めたい。参道なのか院のお医者さんなのか、どっちなんだい。うわっ、あ、ゲットできちゃうっていうね。やばいな。こういうのはね、もっと焦っている時に来てほしい。うん。というわけで、あ、出ましたね、レーダーの黒卵。参道はどうなんだろう。参道が見えません。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。やっぱり犬の医者さんから始めた方がいいかな。では開始します。今日で大親友になるフレンドさんがいたんですけど、ちょっと会えなかったですね。どうせならレイドでね一緒になりたかったんですけど。 OK です。これでギフトを開いてくれれば大親友です。では始めます。おっ、このショット、よし入りました。次に移動します。おっ、ちょっと信号顔です。これ一か八かなんですけどね。レードで止まったらまたジムに戻らないといけないんで。ただもう3回目なのでそんな人はいないと思います。希望の高安くんがいます。せっかくだ、使っときましょう。ヒコモンが誇るランパルド艦隊。10名か、厳しいな。ちょっと人数かけたら厳しくなりますね。うわ、なんだこれ、また草結びだ。草結びに連発は珍しいですよ。うわ、自慢のランパルドがやられていく。ガクッ。6匹のランパルドがたった1匹のトルネロスにやられていく。 OK です。ここです、固まるポイント。ここ抜ければ大丈夫。まさか
お、行けました。ここは危なっかしいんでな。1887。普通です。間違えた。プレート狙いでポンポン行きます。OK、ゲットです。次行きます。ここはどっちに行くんだったっけな。これ行けたんだっけな。知ら、あ、行けます、行けます。ここ人いるかな。厳しいかな。もう2名います。こんな少人数の時こそランパルド、草むすびが来たら怖いですけど、結構早いペースで来たからね。多分一番最初やった人たちと来てない人たちもいますよね。結構次々来ますね。もしかして後の人たちの方が早かったりして。です。と CP は21862。低いっすね。これは149。ゲットです。次です。なりました。フレンドさん大集合になります。ありがとうございます。もっとね早くフレンドになれたんですけどね、いっぱいだったんでならなかったんです。ただたびたびねレイドで会うんで、これはもうフレンドにならないとね、お互い損ですからね。今年からはどんどんそういう方とねフレンドになっていきたいなと思ってます。今日 GoPro を忘れてしまったのが痛い。ポチポチゲットができない。ギリギリセーフ。勝利です。CP は1837。かなり低いですね。ゴー。ここをもう抜ければ人の心配はないと思います。取れた。最後の1球で取れました。次は駅前のマックです。さっき0人だったのにあっという間の20人です。です。1867。普通です。うーはーはー。お、ゲットです。
次はあっちのマクドナルド。入りたい、ここに入りたい。 OK です。フレンドさんと一緒になりました。早いな、こんだけ人数いると。しかもバンバンね、こうフレンドボーナスが加わってるわけですよね。それはトルネロスもタジタジですよ。 OK です。こういうことはいきそう。189なんとだ。もう一声といった感じでしたね。ボールは15球、申し分なし。1896が来てくれてよかったんですけど。ゲットです。やりました。うわー、よりによって攻撃がマックスじゃないっていう。次は東口へ向かいます。よくやります。OK です。向こうを先にやっちゃいます。ここで入っちゃいます。32秒。3人、きつい。あ、4人だった。きついな。1人抜けたかな。勝てるけど時間かかるなこれ。1人抜けなければね、もうちょっと早かったんだけどね。 OK です。1886。微妙だな。ゲットです。次はマチキをやってマックですね。まあ大丈夫そうですね。あそこの音楽が嫌なんだよな。著作権を気にしないといけない。ここが入ります。電圧器の場所が取られている。まさかここで3人ってことはないよね。音楽流れてるな。お、トレーナーさん入られた。
助かります。OK です。187低いですね。ゲットです。続いてここです。いつも YouTube 見てます。あ、どうもありがとうございます。びっくりしました。あ、いいですよ。ありがとうございます。あ、すいません。綺麗、神様。はい。ね、もうね、いい。声かけていただければもう喜んで撮影します。勝利です。1853下がりました。やっぱ初日すごかったな。あと1戦は残り時間いっぱいあるので、これはエクセレント狙いでいきます。ゲットです。で、最後はあそこですね。おそらく時間あるはずなんですよね。なかったらピンチ。あ、35分でやっぱり余裕です。じゃあ行きますね。では失礼します。いかがでしょうか。じゃあ入ります。いらっしゃいませ。行きます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。一人になってしまった。せっかくソフトバンクの隣に来たんで、付加装置もらっていきますか。どんなもんだかね、体験していかないとね。もう次回は辛抱戦ですかね。さよならトロネオス。なんか長いような短いようなって感じですよね、いつもね。19時これにてレイドアワー終了です。勝利です。ボールは19、頑張ります。最後なのでエクセントでいきます。あー、後半星のこけら使うの忘れてた。スタートは良かったんですけどね。さあ、優位度はやっぱしんどいわ。ゲットです。これで終わりかな。うわー、あっちに出てる。じゃ、ちょっとソフトバンクに付加装置をもらいに行きます。申し込み、私が初めてだったらしく、とても手間かかってました。でお願いします。お願いします。ほい、いいのかい。ほい、なんだよな。残念。残念、似た感じですね。すいません。ありがとうございました。また。ありがとうございました。ありがとうございました。また。また。お願いします。はい。思いかけずキラー交換できました。どっこらなかなか攻撃マックス来ませんね。そうなってんのかな。6回ぐらい交換してますけどね。やっ
これもう一戦やってきます。ちょうど森政子のコンサートが終わって帰る人がたくさんです。まあボケ語はやんないでしょうけどね。まあ、いいパーもタップしていく。人いるんかな。1名ちょうど戦いが始まったばかりな感じです。行くのかなこの人は。2名やる気かなこの人は。動いてないけどどうなんだろう。抜けたか。しかも草結び。やってんのかな。いや、やってないでしょう。受けましょう。おお、さあ危ない。うわ、さっきの人いる。危ないなあ。あっという間は10名です。さっきたまたま2名だっただけですね。この厳しいっす。では10名でスタートです。草結びっていうのは分かってます。そういえばスタート地点ですね、ここね。最初と最後はここになるっていう勝利です。1887。そんなに高くないっす。クレートだった。あ、ゲットです。というわけでこれにて大宮でのレーダーは終了です。ちょっとまとめてみます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12。 今日12戦やりました。12戦やって高校台湾なし。まあ頑張ったと思います。というわけでヒコボン頑張ったなと思われた方は高評価、あとね、チャンネル登録をされてない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。ではこれにて終了です。アデュー。